はい、どうも、リゼミのタカです。シゲです。つくしもです。はい、やってまいりました。今回はですね、ボケたあれがないから。月島言うてくれ。誰ちょっと月島知らないですか？存じてなかったです。知らないですか？月島、配球見てないの？だい配球見てないんだ。誰やこいつ、話しなんない。次リゼムドリブル講座したいと思います。はい、担当はもちろん俺ですね。お願いします。まあ、でも俺のドリブルはねちょっと真似しづらいと思う、正直。でも意識してほしい、まあ、ポイントはあるよね。意識してるポイントはポイントあるやろ。何個かあるから、うん、まあ一応ポイントは伝えるけど、自分にこれがあったら俺はやってほしい、真似してほしいし、もう合わんなと思ったらもう自分のその武器をね、まあ、参考程度に、そう、参考程度に聞いてほしい。それではいきましょう。あ、じゃあ今日の練習生、この月島くんです。ちっちゃ。できる？マネできる？まあ、とりあえず教えるけど、そうです、まあ、俺のドリブルは独特やから多分もうマネできません、皆さん。以上。じゃあまずは、俺が見てるポイントは膝。膝ね。でよくドリブルとか、多分講座してる人で膝の重心見る、骨盤、体の向き見てるって人がおるけど、俺の場合はもう決めてます。膝を見て、見てる。大体ね、膝だけは見てない。大体膝を見て、膝のところに狙って蹴る。もうめちゃくちゃよ。言うてるの。膝のところを狙って蹴る。あ、膝の横ってこと？そう、膝の横に目がけて蹴るっていうか押し出す。ポイント的には押し出す。ここに押し出す。確かに足出んかも、その位置。押し出す。ほらね。どっち出していいかわからんなるもんな。そうだね。で、ここいく。そう。ディフェンスって絶対にこう出るかこう出るか。ね、確かに。で、こうやん。この時点でもうここに通ってるわけやから、確かに。ここのコースは切られてて、ここは空いてるからちょっと浮かす、ちょっと浮かす。で、それが無理な時ってディフェンスって体寄せに来るからこう取るよ。ああ、ここそうじゃね。バチンって踏んねんけど、もうこの時点では俺はもう抜いてんねん。ディフェンスがこう抜いた瞬間にこう入れようとした時に俺もここに踏んねん。それはなんでな？それはお前の話。一緒に、そうそう、今いい質問したね。それは一緒に出てるから、足が浮かすと同時に一歩目がこっちに。ああ、もうボールと一緒に行っちゃうってこと。そう、いい質問だね、君。今の良かったよ。ありがとうございます。それ言おうとしたから。でもありがとうございます。そのまま一歩一緒に出てるから、先に俺がこっちに出てるんだ。じゃあお前がいつも空振りするのはここで一回もう体を前に出して、一回体をこっちに持ってて出して、これでこういってるってこと。確かにお前それ考えてるやろ、これ。そのままいってるから、もし圭吾がディフェンスでこっちに来た時にこういうストリカ出したら、もうここが引っ張る。あ、でファールもらえる。そうで、ファール、ワンチャンファール。そう。え、確かに。あ、なるほどね。そう、じゃあもうこのディフェンスでこうはいかんと。そう。こういっちゃう、そういっちゃう。そうじゃない。体が先に出てる。体ともう同時に運んでる。だから、一回、空踏みしたりして。ドリブラーだ。意識はしてるだけで、別にもう早ければ。あからさまに上げないよ。そう。あからさまに上げたら、自分が2タッチ目がちょっと難しくなるから。今のポイントで言ったら、俺が前回の1対1でやった平行になった時ね、先にこっちにじゃん、もう足ブロック、足ブロックでグッと持って、一歩出てくる時に先にこう入れちゃうとこね。これに関しては相手より先に触るっていう意識だけ。もう何よりも相手よりも先に触る、先にボールに触る。気持ちもあるってことだよ。気持ち、ここはね、ドリブルだけど気持ちもあるってことだよ。気持ち大事。実践やるじゃん。実践やってみて。ガチ。これでいいんですか？伝えていいんですか？キーパーブロッカーですから。ブロッカーですから。キーパーいる？キーパーいるよ。キーパーいる？
お前とりあえずその弱そうなメガネだけ取っとけ。あーお前分かったよね、月島くん舐めてるね君。やってっから月島、やらなそうに見えてやってっから。なんか読まれてもいけるとか言ってたから。もう乗れました。だけど、だけど今マジで大変かった。自然に読まれた今。今のは早かったわ。今のはマジで弱かったでも。確かにね、あれ浮かしたらむずいわ。だから自分の体の方が先ってこと。俺はもう相手のこう言ってるってことだよ。相手が駆け引きよりも自分が仕掛けて相手が俺に合わせるっていうタイプ。なるほど。だから相手を見てドリブルを変えるタイプと、もう自分から仕掛けに行くタイプ。仕掛けに行くタイプがいるけど、仕掛けに行くタイプ。仕掛けに行くタイプ。取られたら取り返せばいい話。まあね、多分もうドリブルもね、そんな何回も抜けるもんじゃないからね。何回もチャレンジしないとダメだよね。そうだ、チャレンジしないと分かんないってことだよね。だから要はドリブルをしてほしい俺は、うん、仕掛けてほしい。1対1は仕掛けろとにかく。日本人パス多いって言われるもん、ね、何が思うの。パスしてパスサッカーしてんねんね。ボール持った時は一番目出るやん、一番注目やんみんなから。だってあの時ってさ、ボール持った瞬間さ、まあ、観客も相手も全員が自分見てるわけやん。そんな絶好のチャンスなくない？かっこいいね今日。そんな絶好のチャンスないでしょ。ということで、あの参考になったら使ってください。もうあくまでも参考程度なんで、自分にはまるドリブルが全員にあるんで。もちろんドリブル仕掛けろって言うけど、パス上手い、パスに自信がある人はもちろんパス出したらいいし、もう人それぞれやから、それはもう自分の武器を見つけて、自分の特徴を見つけてやってください。もう分かりやすいよね、こことこことか特に。全然タイプ違うからね。そう、俺抜かないから。こことこことかも一番変わるちょっと言っていい？抜かないの抜けないのどっち？抜かない。あ、抜かないんだ。抜く必要がないんだ。なるほど。抜かずにシュート打てるからってことで、そうそう、俺は自分の武器があるからそれをするだけ。そういうこと、結局はそう。でもまあ本気だとは抜ける。だからそこも抜かなくても打てるんだ。そうそうそう、抜かないわ。そう、だって俺はだって抜かへんかったら打たれへん。まあでもそんな感じになってるからね。まあまあまあ、だから人のタイプ、人それぞれだよね。うん、いやマジで分かりやすいと思う、うん、からほんまに自分のあれを見つけたら俺はいいと思います。それではまた次の動画で。Yeah.